皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。音楽、お待たせいたしましたお客様こちらを耳のご褒美でございます。嵐相場賞のレコメン嵐リリックスこんばんは嵐の相場です。こんばんはこんばんはちかさんはい。今日は何をやりたいの今日はうんはーっていう。ゲーム第3弾第3弾オリジナルはーっていうゲームを考えようっていうコーナーなんですけどはーっていうゲームは例え。 今まで売ってるやつをねそのまカードを使うとお疲れっていうのがあって運営仕事終わりにお疲れ B 元気よくお疲れ。とかあるんですけどうんそ状況うをねそうそうそうこういう状況うでこの一言を言ったらどうかっていうやつなんですけど今日提案したいのは運営真空港選挙桜井氏君がはい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 主演しているドラマのはい桜井氏演じる武蔵三郎の口癖 うん嘘だ嘘だろうはい知ってますよこの嘘だろうをアボどんな感情で言ったかていうのをやってみたいやいいですねえーじゃあアボ作りましょう5つじゃ1人1つ出していやえは普通に武蔵三郎のよくあるん例えばマスクをとったらうん味方の同僚の警察官がその犯人の一味だったじゃあえは食おったらマスクを取ったら味方だった味方だった本当の 味方味方がガンテルわけじゃなくて本当に味方味方で潜入第1シリーズで味方だった警察官が敵になってたじゃあオッケオッケ元味方だった元味方だったで B はジャジオレネウンエットフィナンシェでハイい回答を披露したのにねしたのにはいなんか自分以外全然できてなかった自分は相当練習してきた自分は練習してきたのにその二人だけが全く練習してこなかった時の嘘だろジャージシーシーネチエットシンプルに穴ドッキリに引っかかってしまう。 あーアナネハイはいはいはいで D チカさんで友達と一緒に家温泉に行ってで友達だのお尻に感潮を知ったら振り向いたらくの他人だったう感潮して振り向いたら他人はいじゃあエパさんいいも考えてくださいだからもうちょいやっぱり嬉しいやつも欲しいんだよねあーそうだねうんいいはブックなんだっけオフィスブックなんだっけブックカフェをジプリンがうん完成した時のそうブックカフェをプリハネウン本当にオープンしたのかねそうそううんそうそうンジプリがオープンしたオープンしもう 目の前でオープンしてますっていうの。を見たときはわかりましたはいこれわかるかな難しそうだなはいじゃあ ABC までこれ切ってくってください切って1枚ずつ置いてください。はいはいじゃあそれぞれ演じ演じましょういいよじゃちかさんからちょもう1回あの A から B までちょっと抑さえだけはい。A マスクを取ったら元味方だったうん B フィナンシェで回答を披露するが2人は全然できてなかったし穴に引っかかった。 運で温泉で干潮したら全くの他人だった運いいブックカフェをジプリンが本当にオープンしていた運いいねじゃあちか。3からね行きますはい嘘だろああいやむずいなあはいはいねちじゃ行ってます嘘だろうあ俺わかったかもじゃあ。ジオレね嘘だろはもうわかりましたわかったはいはいじゃあ正解発表していきましょうはいちかさんのやった嘘だろうははいはい僕ははいでと。 予想しました僕も同じでデスカンして振り向いたら他人だったはい正解はででしたおーおーおお伝わった伝わってたうんいいねで続いてネッチの嘘だろうははい僕はいいだと予想しました僕もいいだと予想しましたプリンオープンうん正解は おすごい。俺たちなんか心が通じ合ってないか通じ合ってきちゃってるね。やりすぎてで最後僕がやったうんうん。トシアンアナ何だと思います僕がえ僕は B と予想しましたやかと自分以外練習してなかったうん。僕は C ですしってことはお穴正解はアナー。俺だけ伝わんなかったんだよ。しなんでだろうな言われてみればかもしれないです。B は違いますよね。きっとね。B だったら自分以外練習してなかったら嘘だろうみたいな。そっちもっと怒りがねうん。もっと怒ってだと思うと。 年のはもう落ちてる瞬間だから嘘だろみたいな今ねやみたいな今そこまで落ちていく瞬間だったのねそう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 なんだよねいや楽しかった嘘だろゲームいやまたやりましょうよはいいや嘘だろって結構いいフレーズなんだよね1なんだと思う1だよはいいということでこれオープニングでしょ何分喋ってんだやばいやばい行こう早く行こうそれじゃあ始めましょう嵐合咲きのレコメン嵐音楽 リミックスこんばんは嵐のそうですこの番組は東京浜松省の文化放送キーステーションに全国ネットでお送りしております早速ですけども今夜の1曲目行きたいと思います嵐で明日に向かってホえろ千葉の名産品といえば梨と落花生と相場翔嵐相葉のレコメン嵐リミックス白黒つけ音楽魔性リスナーの皆さんからいた僕の宅 をテーマに討論して白か黒かはっきり結論を出そうというコーナーです。静岡県23歳なっちゃんなっちゃんありがとうございます。ます私は好き嫌いが多くこれが食べれないというと周りの人にえ何々が食べれないなんて人生半分損してると言われることがたまにありますうんうんうんそうくんはこのような時にこんな言葉を使うのはどう思いますか私はの半分がその食べ物だと思うと。 悲ししくなってままいますぜひ白黒つけてください結構言う人言うよねまあ、例えばお酒が飲めないなんてっていう人もいますしねうんうんうん確かに俺はあんまり言ったことがない人に対してはユン人生の半分損してるよだそうですね半分っていうのがいけないんじゃないそうねそんな半分も損してないじゃんう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 んだから1月4日かうん8分の1か人生の1損し てるよそれなるほどその方が優しいかもしんないねうん言い方としてねうんでもそうすると今度自分はこれをに出会った。ことで1取り戻せるかもしれないじゃないですかうんうん例えばもうバスケとか見に行っていやバスケ見ないなって損し。 てるよとかってそれは多分その人なりの面白いものとか楽しいものの進め方なのかもしんないけどあ確かにうんあだからそれもっとポジティブに捉えればいいんじゃないうんだからバスケで言うとうんだからまだ見てない人に対してうんまだ興味がない人に対してうんあいやもっとこれからじゃあ人生もっと楽しめるじゃんの方にうん振ってけばそうだねそれ克服したらもっと楽しめるよ確かに半分損してるじゃなくてもおいってん5倍楽しくなるよとかねそういうことだよねそういうことだよそう 風に行ってあげると言われた方も別にね傷つかないしやそうなんだみたいな「配送だよネガティブだからいけないんだね損してる」っていう言い方が良くないねそう得してる方にすればこれ食べたらもっと楽しくなるよもっと人生楽しくなるようはいいなみたいなさまだ知らないんだいいなみたいなそっちうんそうですね漫画とかもそうあの漫画読んだて読んでないって言ったらうわまだ楽しみめっちゃあるじゃんみたいなうんうんしろあるなみたいなそっち そっち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 に持ってったらいいよねなんか言われた方も嬉しくなるしねをほほペーパーハウス見てないのはいい。なあのあの楽しみまこれからこれからあれ楽しめるのか人生マジで楽しみじゃんみたいなねああいいじゃんそうしようよ。そうしよう続いてはい15歳千葉県民運営 B 型のみささんを近いですね近いですねそうですねさんも昔15歳だったんですよ15。 年ありましたね私は自分が過ごしたい部屋と人に見られたい部屋が違うので困っています嵐のライブなどで買ったグッズをたくさん飾りたいと思うのですが友達を呼ぶときや家族がたまに中に入ることを考えてほどほどにした方がいいのかなと思ってしまいますなるほどでもせっかく買ったものは飾りたいですしもう嵐に囲まれた部屋にしたいですいや嬉しいどうするべき ですか白黒つけてください言うでもさせっかく買っていただいてさうん楽しみたいって思ってるんだったらさうんうんゼロか100よねうんうんうんもうちょっと置くんだったらもうあれだけ全部置いちゃってもいいんじゃないかなと思うんだよねうんそうねうんそうよ振り切っちゃえばそうなんですよ振り切っちゃうとその人の個性にもなるしうん最初びっくりさ 出るかもしれないけどその変わった瞬間がねうんうんでもそれを貫き通すことでなんか自分っていうものにうんなんか気づけるというかうんそうですよねうんで自分の部屋じゃないですかうんなんならこうみささんの部屋に初めて入った友達がうわあ嵐だらけっていうのも一つのねでしそう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 すごいアトラクションねアトラクションねうん一つのねうんそうなるすごいみたいなでその本当に同じ趣味の人がうんあちょっとあれみたいから言ってもいいってなってそういうコミュニケーションが 広がっていいく可能性もあるじゃないうんで同じもものを好きな人同同士だととやっぱ話も弾むからうんいいと思うんですよね同じ趣味を持った友達っていうのはで自分が過ごしたい部屋がそっちだったらそささそうだねうん振り切ろう振り切ろう続いて続いて箱押し破綻の相崎さん相崎さんありがとうございます私が白つけて欲しいのは皿洗いについてですうんシンクにたくさんお皿がある場合1枚を手に取って洗剤をつけたスポンジで洗い水に流してまた次の1枚 姉妹をスポンジで洗うというやり方で皿洗いをしていますですが母はシンクにあるお皿すべてを洗剤をつけた小杖スポンジで洗った後にすべてのお皿を水で流しますどちらの方が正解なのか白黒つけてほしいですまた皆さんはどちらの方法で皿洗いしていますかなるほどなるほど相葉さんやるとしたらどっちですか レッドシンクに言うん皿たまってますよね灰で洗剤つつけるよねスポンジに灰うんで皿洗い出すよね灰洗っておいてうんまた洗っておいて洗っておいてある程度左側をスポンジを置いて全部流してじゃあ複数の食器にもうスポンジでついた泡がついた状態にしといてまとめてリュースっていうことそっちですはいはいはい僕はそうですねでも考えたことがないどっち がが効率がいいかもあれですよ、ね、まず考えるのは水出しっぱなしにするかお湯水なりお湯なりをずっと出しっぱなしの。まんまやるとうんもったいないからうんそういう意味ではある程度こうつけといて水にね最初につけといて水に濡れた状態で。スポンジで落としてうんそれをまとめて水じゃって出したところでまとめて洗う方が水の絵節約にもなるなるほどってことは。 「ありますねお母さんはそうなんだと思う、うん、うんでそれをするためには水につけとかないといけないわけですよねあるいは洗い」。 ときに時に最初にあのおけに入れてざっとつけちゃうとかねあおけみたいなの使うんのかな一般の人使わないのかなおけって何すかうちだとピンとこないんですけどのステンレスのあのね食器洗いのときに使うステンレスのねこうおけがあるのとってのないえ鍋っていうか鍋それめちゃくちゃ広いんじゃないですかシンクがいやそんなことないですがってそそんな置いたらおもうパンパンよシンクいやそれを置いてだから汚れ物は食べたものはそこに突っ込んでってそん中でお湯でつけといてとかってしますねへえおれ それはやったことないな俺はいいてとうんはいはいはいいっていうのをどんどん重ねていくそうそうそう最初に寝、ね、起く時にもう濡らしといた方がいいですよねじゃないと落ちづらいっすよねそうそうご飯の茶碗とかこびりついちゃうしねそううんそのお気になるのその風に置いてあるような大手かステンレスのお気を受けて言うんですかねまたというか洗面器というかうんはい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 今いいでしょうだからえー、水を節約する に,手に流した方がいいのかもしれない、いいのかもしんないしまいちいち出してるんだったらこのやり方でもいいかもしんないですけど、一回一回スポンジ置かないといけなくないそうするとそうですね、一枚ずつ洗って流すってなる、確かに寝そうだよね、うんそう考えるとスポンジ部門と流し部門で分けてもいいかもしんないねということで皆さんからの究極の2択をお待ちしておりますメールアドレスは「#atjqr」。 ネット面には必ずコーナー名を書いてください。以上、白黒つけましょうでした。お願い,いって言うまで寝ちゃダメだよ、嵐。愛のレコメン嵐リミックス、拍手、音楽、チャンサー皆さんからいただいた質問にお答えします。東京都荒川安さん安さんありがとう。ございます、こんばんはこんばんは、相葉さんは最近人でもキャラクターでもいいのですが、どなたかに似ていると言われたことは。 ありますか僕は10代20代の頃はよく相葉さんに似ていると言われながら生きてきたのですがえ相葉さんの3つ下のの今うん似ていると言われることはほとんどなくなりました方法ちなみにここ数年は占い師の柊産やトータルテンボスの大村さんポケモンのウソッキーに似ていると言われたことはありますへえ相葉さんも何か言われたことがありましたら教えて いただけますか俺はもう上等。以外ないんだよな。それ以外あんまり前にチラッとガトさんに似てるって言われた。言われたことあるん。タクシーの運転手さんに言われた。あーば、ガトさんかと思いましたよって。はい。言われたことあるえ。ガクトさんかと思いましたよの運転手さんはどういうニュアンスで言ったんですかね。つまり、ガトさんはガクトさんだと思ってたんだけど、そのお会計の時に多分僕が興味を乗り出した時に、ガトなんかと思いました。相葉さんですね。みたいな感じ。ままタクシーの運転手さんは、 まあ芸能人乗せること多いだろうんだからずっとそう思ってたんじゃないやさんと思ったら相葉さんだったうんっていうことが口に漏れちゃったっていうことですね。そうその似方ですかね僕が言われたことあんのはうんうちのマネージャー今日いるマネージャーははい誰に似てると思うあーなあーでなんかね結構ね自慢げに言ってくるんだよね自慢げに言ってくるってことは割と割とイケメン系の人にいやいやうんいやいやイケメンじゃないそもそもうんまあ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 、まあ、どこだと思いますか 次は CU でした。